はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学、ついに50日目やってまいりました。もうね、終わりがついに見えてきています。今日のテーマはね、こちらです。心を開くというものですね。まあやっぱり日を重ねていくごとにだんだん深いテーマに入っていくなという気はします。で、これはね、幸せになろうっていう欲求っていうのは実は他の動物たちには備わっていないんですよね。これって人間独自のものなんですよ、幸せを求めるっていうのは。で、しかもありがたいことに人々が自由を、まあ、幸福を求めるっていう権利っていうのを守るために、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていう社会体制っていうのを作り上げてきてくれたんですよね。で、しかもそれで周りの人、あ、ごめんなさいね、しかしそれでも周りの環境とか人によってあなたが幸せになりたいと思ってたとしても、それを阻まれることっていうのもあるんですよ。で、それの最大の障害になってるのは一体何かって皆さんわかります？実はこの正体っていうのは自分自身なんですよね。なんとなく分かってたっていう人も多いかと思います。で、自分は幸福になる価値がないとか幸せになってはいけないっていうふうに考えてて、で、その考えが元になって行動しなくなるんですよ。どうせやったって無駄だとか、だからとかね。だから今日はその障害を取り除くためのワークっていうのを一緒にやってまいりましょう。はい。ね。ということで、作家のマリアン・ウィリアムソンという方がいらっしゃいます。で、その人は一体何かっていうと、まあ、わざとにしろ、こうね、無意識にしろ、自分から幸せを遠ざけてしまうっていうのが人間なんですよね。特に日本人は、こう自分をちょっと否定的に見る傾向が強いと思うんですけど、このジレンマについて考察をしたものがあるんですね。それって何かっていうと、私たち自身が心の奥底で、怖がってる、恐れているっていうのは自分の能力とかではないんですよ。能力が高いからとか低いからとかじゃないんですよ。最も恐れているのは自分には計り知れない力、可能性があるっていうことなんですよね。だから自分のそのできないとかやらないとかっていう闇の部分じゃなくて、できるかもしれないっていう光の部分を怖がってると。で、聡明で才能があって素晴らしい人間だとどうなるんだろう怖がってるんですよね。ところが実はそれができちゃうっていうのが本来のあなたの姿なんですよ。で、幸せな人生を送っていくためには、幸せな人生を送っていいんだよっていうのを自分に言い聞かせることが大事なんですね。で、この点について心理学者のナサニエル・ブランデンという方が、手に入れたいものがあるなら自分にはそれを手に入れて楽しむ価値があるんだって考えなきゃいけないっていうことですよ。要は自分の人生って自分に投げかける言葉で決まっちゃうんですよね。不幸になれ不幸になれって自分に言ってる人は不幸になっちゃいますし、幸せだ幸せだって言ってる人は幸せになるんですよね。セルフトークが大事なんですよ。で、自分の価値を認めることが大事なんですね。で、これっていうのはその目に見えた結果とか成果っていうのはどうでもいいんですよ。営業成績ナンバーワンだとか東大卒だとかそんなことじゃなくって、存在自体が素晴らしいと、あなたが生きてるだけで素晴らしいんだぜっていうことなんですよ。だから才能、可能性、やってきたことすべてを、自分のことを過小評価するのが得意な人っていうのは多いんですよ。いや大したことないですから、いやこんなん誰でもできますよって。で、プラス失敗はいつまでもずる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 引きずるんですよ。受験に失敗したとか、営業で全然成果が残せないとかって、そういうの失敗ずる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 引きずるのに、自分がどんな風に幸せになっていくのか、あるいはなりたいのかっていうのを、それをイメージすることができないんですよね。幸せになるためには自分がどんな風に幸せになっていくのか、なるのかっていうイメージをして口に出せるようになって、初めてそのための一歩が踏み出せるようになるんですよ。それができない限りは根拠もないのに不安ばっかりがつきまとって、自分はどうせ無理だからとか、自分にはそんな価値ないから、存在したって無駄だからっていう風になっちゃうと、そうならないようにしましょうっていうのが、マリアン・ウィリアムソンとかナサニエル・ブランデンさんの話から言えるっていうわけなんですね。で、今日のワークは何かっていうと、じゃあ幸せになるために何考えていこうじゃなくって、幸せにならないようにする自分の障害は一体何なのかっていう、そういったワークをしていきます。はい、またまたやってきました、文章完成ワークってやつですね。で、次に書く文章の後半を例文のように完成させていきましょう。で、これに関してはいつものように深く考えすぎずに、書き出せたら何を、あ、失礼失礼失礼、
思いつくままにこうかなああかなっていうのを書いていってみてください。で書き出すことができたら今度は行動レベルで何をするのかっていうのをぜひ決めていってください。じゃあ文章を紹介していきますね。はい、今回はね6つじゃなくて7つですね、ありますね。はい、私の幸せを妨害しているものは何なのか、もっと幸せにいいと生きていいと 5% 感じるためにはどうするのか、他人の価値によって生きることを拒否すればどうなるのか、もし私が成功すればどうなるのか、幸せになることを自分に許せばどうなるのか、自分の価値を高く評価すればどうなるのか、で人生にあと 5% 多く幸福をもたらすためにはどうするかっていうことなんですね。で、私の幸せを妨害しているものは、例えば成功を喜ばず失敗を大げさにするからですよね。うん、さっきの話でも出てましたよね。だからもっと幸せに生きていいと 5% 感じるためにはちょっといいことがあったら大げさに喜んでみるって、オーバーアクションってやつですよね。よっしゃーってガッツポーズをめちゃくちゃ大きくやってみるとか、それから他人の価値観によって生きることを拒否すればこれがやりたいと強く主張することができるようになると、あんたのそんなことは知らないと、俺はこうやりたいんだっていうふうにね。それからもし私が成功すれば周りの人は喜んでくれて一緒に幸せになれる、幸せになることを自分に許せば物事を始めるスピードが上がる、どうしようかなどうしようかなって悩む時間があるくらいだったらもうさっさとこれやっちゃおう、スパーンってスタート切れるっていう感じですね。それから自分の価値を高く評価すればどんなことにも進んでチャレンジしようとすると、レベルが高い低いとかじゃなくてとりあえずまずやってみようっていう感じですね。それから人生にあと多く幸福を 5% もたらすためには何に幸せを感じるのかを紙に書き出してみると、これが私の幸せなんだなっていうことを紙に書き出して目に見える形にしてようやく幸せを実感できるという、そういう流れに持っていきましょうということですね。で、今書いたような例文っていうのはあくまでざっくりとしたレベルです。本来大事なのは書き出してみた文章を実際の行動レベルへ落とし込むことこそが大事なんですね。だからさっきの話でいくと、例えば大げさにリアクションを取るから嬉しい時にを、あ、ごめんなさい、大げさにリアクションを取るなら嬉しい時にはガッツポーズをして、悲しい時に頭くくってうわーって悩んで、で笑う時にはもう膝や手を叩いて笑うっていう風に決めちゃう、そしてそれをやると、で文章を完成させて何をするのか、そこまで計画できて今回のワークが初めて完成します、心の解放のためには絶対に必要になってくるワークになりますので、あなたの足を引っ張るものを取り除いていくために、幸せになるためにこのワーク取り組んでみてください。文章はね、さっき書いたようにね、ここまあ、ちょっとクリックするなりして止めてもらって、ここの7つの文章をねぜひ書いて、後半の文章を皆さんの手で完成させてみてください。ということで本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。